この畑についての質問結構もらったんで、その質問に対してちょっと答えてみようかなと。まあこの畑の紹介としてもともと撮る予定だったんで、まあちょうどいいなと思って動画撮ってます。でまずね、この土ね、映ってるかな、うん、映ってるな。この土さ、茶色いよね。あのよくみんなが見るような黒土、黒木土とはまた違って赤いんだけども、これを国土地理院だったかな、全国の土の分布を調べてまとめてあるデータがあるのね。多分各都道府県立図書館ね、そこに行けばあると思うんだけれども、その本によるとこれ森林褐色土って言って、ね、もう周り見りゃわかるけれども山なのね、ここね、山、標高750メートルの沖上平っていう山の中だから、まあ、元は森林だったのね。ここ森林を開拓してできた畑で、まあ、そこで褐色の土、それで森林褐色土っていうんだけども、まあ、この土ね、ヨーロッパでは野菜とか作るには最高の土って言われるのね。最高の土、これほどいい土はないと言われてるんだけれども、実はね、それはヨーロッパの話であって、日本ではヨーロッパと違うのが雨が多いのね。雨が多くて、で雨が多いとすごく酸性に傾くんだって、これがね、この土が。で、まあ、実際どうなのっていうと、俺酸度測ってないです。測ってないで生えてる草と、植物の育ち具合で大体判断してるんだけれども、大根も人参も病気出ないで普通に育ちますっていうことで、まあ酸度的には問題ないかなと。 pH6.5 とかそのあたりで安定してると思うんで特に問題ないです。まあ、だから酸度もね、苦土石灰を撒いて調整する人いるんだけれども、俺はそれもやらないんだけれども、当然ね。なんでやらないかっていうと、アルカリの方に土を持っていくと、確かに一時的にはアルカリの方に行って、中性ねの方に行って良くなるんだけれども、絶対酸性の方に戻るのね。それはもうこの土自体がそういう土だから、だったらそういう風に無理やり人間の方で調整しないで、それに合わせた栽培方法をすればいいんじゃないかなって。だから一回アルカリに行っちゃうと、その勢い余って酸性に行き過ぎるっていうのがあるっていう風に俺は持論であるんで、調整しないで俺の方が植えるものとか、栽培方法、土作りを合わせていくっていう形でやってます。でね、この水はけなんだけれども、すごく悪いです、水はけ。でこれは土が悪いからではないんですよね。なんでかっていうと、この反対側なんだけれども、まあ、反対っていうか、うん、これ映るでしょ、ね、俺のトラクターがあって、ね、俺のトラクターってそれと比べると随分ね、随分こっからこの上ね、随分いってるけど5メートルぐらいかな。でもう一個上の畑だと10メートルぐらい段差あるのね。でこれさ、自然にできた段差じゃないのよ、土手じゃないのね。なんだかっていうと、ここ昭和63年に、県の事業で切り土したのね、開拓したの。森林だったところを重機で削って持ってったのよ。だから本当の土の形、山の形とすればこういうなだらかな土だったの。だけれども、そういうふうに重い重機でガーッと持ってちゃったから、表土の奥、深度、心の土って書くんだけども、そういう深度が出てしまって、この深度っていうのはほぼ栄養がないんだよね。だから土が良くないし、さらに削って深度はね、水はけ悪いから、その振動が出てしまったから、多少表土戻したかもしれないけれども、とにかく水はけ悪い、ね、さらに重機で何回も踏んで歩いてるから、この整地するのにね、そのおかげで奥の奥まで固くなってしまって、30年以上32年経った今でも、その何だろうね、その振動が出た影響、重機で踏みつけた影響っていうのがまだ残ってます。どうしても残る。これ他の農家さん、ここの周りの農家さんも同じこと言ってて、ここは
切って持ってっちゃったから、で重機で踏んだから土が悪くて何やっても育たねえな、ダメだなって喋るのね。でこっから国道の方に行くとね、国道があるんだけども、そっちの畑は、地形に合わせて表面を昔の人がね、戦後開拓地だから手釜で地形に合わせてやったところ、ここは育ちがいいし水はけがいいしすごくいいと、あっちはいいと。でもこっちはこの切って切り戸してでカサッと盛り戸して踏みつけてあるからどうしても水はけ悪いです。でこの上の方は特に切り戸が深いんで水はけ悪いです。で下の方に行くといい土になるの。それなんでかって言うと、うちもほらなだらかなところをね、三角形に切り戸してるから、こっちは浅いのよ、振動があまり出てないのよ。だからなんぼかいい。それでもやっぱり水はけは悪くて不利だね。不利だけどもそれでもいいものできるよ。ちょっと工夫必要だけどもね。でそう雪だ。あ、最後ね、雪。ここは青森県の沖上平、標高750メートル。観測してるのでいうと、こう日本一かな、555メートル降った酸ヶ湯、観測地点で日本一の酸ヶ湯がから見ると200メートル低いのかな。でそういう山奥にあるんだけども、ここ普通に降れば3メートル降ります。3メートル雪だから、毎年3メートルの雪がずんと積んで土固まります。いくら耕しても毎年固くなります。でこういう点で考えると降りかなっては、関東の方だったら雪降らないから、関東とか南の方はね降らないから土そんな固くならないと思うんだけども、本当に雪降って、ダメだね。栽培期間も短いです。だいたい5ヶ月間栽培できればいいかな。5月の半ばに入って、まあ11月、あ、じゃあ6ヶ月か、うん、6ヶ月間か、うん、6ヶ月間はギリギリ作業できるんで、そういうところ、そこで二毛作とか二期作はできないんで、面積でカバーしてガバッとやって栽培してるっていう感じですね。とにかく、まとめると、土はね、ヨーロッパ、雨降らないヨーロッパでは、乾燥してるヨーロッパでは最高の土なんだけれども、雨が多い日本では酸性に傾くけど、まあ特に問題ないかなと。でここはもう造成の際に切り戸、土を切って持ってっちゃってるから、その影響でちょっと水はけ悪いけれども、まあなんとか工夫すればね、こっちの栽培方法のやり方でなんとかなります。大丈夫です。で雪は3メートル降ると、普段で3メートルだから、多ければ4メートル、少なければ2メートルっていう感じ。それでもこのね、標高高くて寒いところ、寒暖差が大きいからすごく美味しい野菜ができてね、昔はね、あの東京どころか大阪までね、この沖上平っていう地名がね知れ渡ってたらしくて、とにかく涼しいから日持ちがいいと。それですごく、あの青森の沖上平の野菜くれって、すごい大阪までね呼び声かかったらしいんだけども、それも冷蔵庫がねできてしまったら、全然沖上平じゃなくてもいいですって、ね、手のひらくるっとしちゃったんで、今はもう普通かな、普通に関東ぐらいまで行くのかな、うん、農協通してね、大根とかね。まあでも味はね、おそらく俺今まで食べて、京都まで、北海道から京都までいろんなとこ行って勉強して食べてきたけれども、もう多分日本でトップクラスの美味しさができる、そういう気候なんで、もしね、沖上平の農家さんのネットショップと、ショッピングとかネットショップ、うん、あるんだけれども、もし見つけたらそこで買ってみてくださいね。俺は、まだ教えないけども、うん、あるとこに出してるけれども、まだ出すもんないから、まだ教えもしないし、別に買ってほしくて YouTube やってるわけじゃないから、みんなにね、農業の自然農法の自然の豊かさというか、それを伝えられればなと思ってやってるんで、うん。まあでも、とりあえずいい野菜はできるところなんで、もし見かけた際はね、ちょっと食べてみてほしいなって。もし青森の人だったら、沖上平まで来れば、
大根1本100円とかトウモロコシも100円とかで売ってるんで、まあ、来る交通費はかかるけれどもね、ちょっとぜひ来て食べてこの自然をね味わってみてほしいなって思います。